洗顔が有用なことはエビデンスが取れています。昔は当たり前だった水道水での洗顔は角膜上皮障害の危険性から今では推奨されていません。洗顔は市販洗顔液や人工涙液が有用です。過去の市販洗顔液は防腐剤が含まれているものが多く角膜上皮障害を引き起こす懸念がありました。現在では防腐剤を含まないものが多くなり安全性や有用性のエビデンスが広がったことでガイドラインも改定されました。例えばアレルギーのセルフケアとして防腐剤を含んでない製剤や人工涙液の洗顔は有用と修正されています。またカップ式洗顔器具は勧められないという記載は削除されています。カップ式の市販洗顔液を用いた臨床試験ではアレルギー症状時の挿用感が優位に改善したというエビデンスがあります。市販洗顔液の使用時は防腐剤が入ってないものを選ぶこと、目の周りをきれいにしてから使用すること、カップを使用時は水道水で洗って乾燥させること、以上を患者さんに指導することが重要になってきます。市販洗顔液は用法用量を守り正しく使うことで目のセルフケアの有用な手段となるでしょう。